バウムクーヘンの人気店クラブハリエ、イオンモール岡崎の JR 名古屋高島屋フードメゾン岡崎店に今日オープンしました。愛知県内でのクラブハリエの出店は2店舗目で、今日は午前10時の開店と同時に大勢の買い物客が詰めかけました。このお店では定番のバウムクーヘンのほか、岡崎市のブランド鶏岡崎黄飯の卵と愛知県産の小麦を使ったものや、パッケージに岡崎城をデザインした限定の商品も売られていて、訪れた人たちが次々と買い求めていました。材料を変えるってことは今までで初めてやったんですけど、なんかいいやんかっていう風になってきたんで、これ絶対食べてもらおうかなと思って、ハリエらしくしっとり食べられるようにはしっかり守って、バターの香りがすごいリッチな感じがしますね。